人気アイドルグループキングプリンスが待望の新曲ムーブのミュージックビデオメガボルトの未公開シーンを次々と公開しファンの間で大きな話題となっています。今回のメガボルトではメンバーたちが真顔で首を振るユーモラスなシーンや和やかな雰囲気で仲良く戯れる姿が特に注目されています。ムーブはリズミカルでエネルギッシュな楽曲で グループの新しい一面を引き出す作品となっています。メガボルトは、その楽曲の持つエネルギーを最大限に表現するために、様々なシーンが取り入れられています。特に、メンバーが一列に並んで、真顔で首を振るシーンは、そのシュールな光景が笑いを誘い、多くのファンから、斬新で面白いとの声が上がっています。さらに、未公開シーンの中には、メンバー同士が、 仲良くふざけ合う場面も多く含まれており、その自然体で楽しげな姿は、ファンにとって大きな魅力となっています。特に、普段はクールなイメージのメンバーが見せる無邪気な一面や、お互いに支え合いながら、分け合い合いとした雰囲気で撮影を楽しむ姿は、多くの人々の心をつかんでいます。メンバーたちは、この新曲、ムーブについて、今までとは違う。 新しい挑戦と語っており、その言葉通り、メガボルトも、楽曲の新しい魅力を存分に引き出すものとなっています。特に、未公開シーンの連続公開により、ファンは彼らの多彩な表現力とチームワークの良さを、再確認することができました。キングプリンスの新曲、ムーブのメガボルトは、すでに多くの再生回数を記録しており、 その人気はますます高まる一方です。今後も彼らの新たな挑戦と成長から目が離せません。ファンはもちろん、まだ彼らの魅力を知らない人々も、この機会に、ぜひ、ムーブのメガボルトをチェックしてみてください。キングプリンスの新たな一面が詰まった、この作品が、多くの人々に元気と笑顔を届ける、こと間違いなしです。 シュールで可愛い首振りダンスにはまる人続出。キングプリンス公式 TikTok で新曲ムーブのメガボルト未公開シーンの首振りダンスが続々と公開された。キングプリンス公式 TikTok で新曲ムーブのメガボルト未公開シーンの首振りダンスが続々と公開された。まずは満員電車のシーンで。 大勢と一緒に無表情で首を振る長瀬連と高橋怪人、こうははしごだかが正式表記。二人に寄ったり離れたりを繰り返すカメラワークにも注目。二本目は電車の中で二人で吊り革を持って首振りダンス。ずっと無表情だった二人が途中で顔を見合わせて高橋はびっくり顔に。長瀬は高橋を見つめながら徐々にカメラに対峙する。高橋は 最後、カメラに向かって呼びかけるような仕草も。三本目はガソリンスタンドの事務所カウンターで首振りダンス。最初は腕組みをした二人が無表情で仁王立ちで踊っているが、高橋が帽子に乗せていたサングラスを外して掲げ、長瀬が目の前のカウンターに置いてあった電卓を打ち始める。という展開になっている。最後は車に乗って首振りダンス。 長瀬は口をすぼめるような表情、高橋は口を開けた表情でノリノリ。高橋がハンドルから手を離して上の方に伸ばし、長瀬がハンドルを握る。というオチになっているもちろん、車は停車中。フリフリする置物にしてほしい、二人とも可愛いい、聞いていると首が動いちゃうなどといった、ハマっている声が続々と到着している。 リリース情報キングプリンス 2024.0523ON セールシングルハーフムーンムーブ長瀬廉と高橋海人コーはハシゴが正式表記二人に寄ったり離れたりを繰り返すカメラワークにも注目二本目は電車の中で二人でつり革を持って首振りダンスずっと無表情だった二人が途中で顔を見合わせて高橋はびっくり顔に 長瀬は高橋を見つめながら徐々にカメラに対峙する。高橋は最後カメラに向かって呼びかけるような仕草も。三本目はガソリンスタンドの事務所カウンターで首振りダンス。最初は腕組みをした二人が無表情で二王立ちで踊っているが高橋が帽子に乗せていたサングラスを外して掲げ長瀬が目の前のカウンターに置いてあった電卓を打ち始める。 という展開になっている。最後は車に乗って首振りダンス。長瀬は口をすぼめるような表情。高橋は口を開けた表情でノリノリ。高橋がハンドルから手を離して上の方に伸ばし、長瀬がハンドルを握る。というオチになっているもちろん、車は停車中。フりフりする置物にしてほしい。二人とも可愛いい。聞いていると首が動いちゃうなどと言った。 ハマっている声が続々と到着している。キンプリ、キングプリンスのシングルで、サビが印象的な曲ランキング。第2位は、何者、1位は ?2024 年5月8日から5月14日にかけて、ネットラボでは、キングプリンスのシングルで、サビが印象的な曲はというアンケートを実施していました。キンプリの愛称で知られ、年の、 CDW 以降、多くのヒット曲を生み出してきた、キングプリンスデビュー6周年の2024年5月23日には、15作目となる両英面シングル、ハーフムーンムーブを発売しました。今回のアンケートでは、合計696票もの投票をいただきました。ありがとうございます。早速結果を見ていきましょう。第2位、何者第2位は、 2023年6月に発売された13作目のシングル、何者です。得票数は146票、得票率は21%でした。長瀬恋さんと高橋海人さんとの二人体制になって、初めてのシングル曲で、気負わず、今を楽しむことをテーマにした応援ソング。日常にある、小さな幸せを綴った歌詞は、前向きにさせてくれますよね。 つい口ずさみたくなるようなサビのメロディーも魅力です。第1位、月読み第1位に輝いたのは2022年11月に発売された11作目のシングル、月読みです。得票数は159票、得票率は22.8%でした。彩りとの両 A 面シングルで2022年11月15日付のオリコン週間シングルランキングで 初登場1位を記録。累計売り上げは100万枚を超え、グループ初のミリオンセールスを達成しました。平野翔さんが主演を務めた TBS 系ドラマクロサギの主題歌で、歌詞もドラマのストーリーとリンクする内容になっています。大人の色気が漂うダンスナンバーで、難易度の高い振り付けも話題となりました。コメント欄には大人にも刺さる楽曲、 サビのところはダンスを含め印象的ですとの声が寄せられました。第3位、シンデレラガール。ランキング第3位に輝いたのはデビューシングルであるシンデレラガールです。この曲はドラマ、花のち晴れ花男ネクストシーズンの主題歌として起用され多くの人々に愛されました。シンデレラガールのサビ部分は軽快でキャッチーなメロディーが特徴で、 一度聞いたら耳に残ること間違いなしです。歌詞の中には、君はシンデレラガールというフレーズが繰り返され、まるで物語の中の主人公になったかのような気分にさせてくれます。シンデレラガールの魅力は、そのポップなサウンドとともに、メンバーの爽やかな歌声が調和している点です。特にサビに入る瞬間の高揚感は、 何度聴いても新鮮で心躍るものがあります。リリース当時、彼らの初めてのシングルとしての期待感とともに、多くのファンがこの曲に引き込まれたのも納得です。